はい、こんにちは、ブリジット・ジョーンズ、めぐみでございます。今回はね、日記の話をしようかなと思うんですけど、皆さん日記つけてます？私はね、20年ぐらいもう日記をつけているんですね。で、今回、日記帳についてね、喋ろうと思うんですけど、なんかね、思い当たるところあって、日記帳につけようかなと思って いろいろ最近買ったんですよ。っていうのも、私日記帳に日記つけてないんですね。いわゆる大学ノート的なものに書いてたんで、こうね、買ってみたの。千年ペーパーっていうね、これね、昔私二十歳ぐらいの時に千年ペーパーのダイアリーセットみたいの買って、すごい高かったのね。まあ、その時の私の金銭感覚だと高かったんだけど、それがね、えらい使いづらくて、ていうか一般的な日記帳って私使いづらいんですよ。だからそれ使わずに置いちゃって、それ以来ね、なんか久しぶりにこういうの買ったなと思ったんだけど、まあ、千年ペーパーっていうね、千年後でも紙が長持ちするよっていう、3年綴りの日記になってます。これ3 years diary ということで、3年分書けるんですね。ちなみに千年ペーパーって書いてあるけど、この世で一番いい紙を使っている本って知ってます？この世で一番いい紙を使っている本っていうのは明確で簡単なんです。まあ、答えを出すと皆さん納得します。で、聖書です。聖書の紙ってペラペラなりに破れないし、10年前とか私の何十年前の聖書も普通に読めるんですよ。あの紙がやっぱ一番いいものを使ってるっていうのを昔出版の人に聞きました。聖書は一番いい紙使ってるんだよっていうことを聞きましたね。で、まあ、これね、買って2、3日使ったんだけど、やっぱあかんと思ってもうやめようと思います。ね、これ3年連用ってどういう風になってるかっていうと、こういう風になってるんですね。7月19日とか日付が入っていて、例えば2006年、2007年2008年っていう感じで、こう書いていくんですよ。1年こう書いていったら、次また最初のページ戻って2年目書いて3年目っていう、だから前の年のがよくわかるっていう、その今日あった、今日っていう日付が6月3日っていう日付があったら、まあ、6月3日私の誕生日だから毎回変わんないとか、で、まあ、4月、まあいいや、7月19日とかねっていう日付があったら、去年の7月19日何してたかな、一昨年の7月19日何してたかな、今年はこういうの書こうっていうのが分かるっていう、3年連用、5年連用、10年連用とかいろいろあるんですよ。で、そういうのっていうのは全部この形なんですね。横に年数ごと書いていくものなんですけど、初めてね、買ってみました。で、結構評判がね、いいっていう人と、合わなかったっていう人に昔から分かれてて、ただいいっていう人はものすごくいいって言うんですよね。3年連用を気に入ってて、やっぱ、過去のものが分かるっていうんで、じゃあ一回買ってみるかと思って買ったんですけど、2、3日書いてもうやめました。というのもね、最初にこれ話せばよかったんだけど、これを出す前に、私の日記帳っていうのは、すごく簡単で、これ日記帳ではないんだけど、日記帳は見せませんけど、こういう、やつあるでしょ。これいわゆる大学ノートサイズの普通の横線の入っただけのノートね。これを使ってるんですよ。まさにこれと同じでも構わない。で、なるべく、なんだろう、その時その時のものを選んでるんですよ。例えばこれつむつむ、来年になったらもう流行ってないかもしれないじゃん。だからつむつむを選んだり、プリキュアって毎年変わるじゃん、キャラクターが。だからプリキュアを選んだり、ポケモンもキャラが変わっていくからポケモンのノートを選んだり、なるべくなんかそういう感じのものを選んでるんですよ。その時その時のものを選んで、で、これに書き殴っていくのね。で、私の日記の書き方はどういう風に書いてるかっていうと、すーげー勢いで書いていくんですよ。例えばね、じゃあ、どうしよう、4月1日ってこういう感じで書いていくんですよ。今日はパンを食べました。で、とても美味しかったのですが、アレルギーが出ました。出たって、こういう感じで書いてるんですよ。だから読めないです。もうちょっと書くよ、綺麗に。もうちょっと書くけど、今こういう感じで書いたからあれなんだけど、もうちょっと綺麗に書くけど、基本的にこうやって書いていくんですよ。で、ここで終わりの日、このくらいしか書かない日もあれば、もう2、3ページ書く日もあるし、それこそ1行で終わっちゃう日もある。っていう、まあ、1行はさすがにない、2、3行書くんだけど、まあ、こういう感じで書いていくから、結構横線だけ入ってくれてて、あとはフリースタイルっていう、その
横線に入ってるからといって決して一行一行にとらわれては書けないんですね。私文字が嫌なんで、嫌いなんで、こういう感じで書いていくんで、すごく合わない、書けないんですよ。この3年連用のものだと、まず綺麗に文字を書く人じゃないと埋まんないですよね。で、今日はいっぱい書きたいと思った時に、どうしてもここじゃ足んなくなったら、ここ行っちゃったら来年の分じゃん、でこっち行っちゃったら明日の分じゃん、そうなっちゃってちょっと合わないなっていう、まあ、薄々は気づいてたんだよ、買う前から薄々は気づいてたんだけど、一回突撃してみるかと思って、まあ、飛び込んでみた。結構高いんですよこれ。いくらだったっけな、 Amazon でねちょっと値引き入っちゃってたと思うんだけど、一応3500円っていうこれね値段ついてるんで、結構高いんだけど、まあ、飛び込んでみようと思ってやったんだけど、やっぱりこのスタイルで20年ぐらい続けてきちゃってるから難しいね、こっちに行くのはもう不可能ということで、やめました、やめましたっていうか、まあもうこれ使ってないです。1ヶ月くらい前に買ったと思うんだけど、2、3日行ってすぐもうこれ続かないなと思ってやめました。でね、でまたこれに戻ろうと思ったんだけど、この形でずっとやってきたからね。だけどこれってなんかザーって並んでて、昔の読むことないんですよ私。だからたまに昔の読んだ方がいいのかなと思って3年齢用とかちょっと興味湧いたんだけど、まあなんかね、もうちょっと違うスタイルでいくかなと思って、もういい年なんでね、もう年なんでちょっとね、こういい感じのノートに書いてみようかなと思って、な MD ノートとかあんじゃん、そういう感じのシリーズだと思うんだけど、まあこれね、その日記帳と同じ感じで一緒に買ったんだけど、プレミアムって書いてあって、まあ紙がいいやつです、紙がいいやつで書き心地がいいとかね、そういうやつなんだけど、これどういうものかっていうと、日記帳じゃないです、ただのノートです、横線しか入っていないフリーノートです。だから結局、いや横線しか入ってないフリーノートがいいんだなっていうところなんで、そこに行ったんだけど、もうちょっといいのにしてみようかなと思って、こうちょっとね、ほら姉の日記とかさ、まあ私 D を見たことあるんだけど、向こう行ってね、でほらオランダね行って見たんだけど、姉の日記って結構かっこよかったなと思ってて、日記帳がだよ、日記の内容じゃん、日記帳がだよだね、もうそういう感じでなんか、これ書いてみようかなと思ってこれ買ってみました。このノート自体はね1000円しなかったと思うな、500円とか800円、そんなもんだったと思うんだけど、まあこっちのノートに比べれば全然高いんだけど、ちょっとねこういうなんかその時その時の俗柄っていうか、結構こういうキャラクターノートってほんといっぱい出てるんですよ。だからそういうのでやってきたんだけど、まあ、今後こっちで行こうかなと思って、で思い切ったことをしました。ワンサイズ落としたんですね。いわゆる大学ノートサイズ。これ B4 なのかな？で、これ A5 になるのかな？多分そうだよね。ごめんね、違ったら。で、とにかくワンサイズ落としました。まあ旅行とかに持ってってもちっちゃくて済む。こっちだと軽いからさ、持ってっても負担ないんだけど、これ重いんで、重いんだったらやっぱちっちゃい方がいいかなと思って、ワンサイズちっちゃくしたんだけど、やっぱ履きづらいな。まあさすがにね、20年近くずっと書いてるわけだから、これにね、それはしょうがないと思って、もうちょっとこっちのノートで続けてみようかなと。これも今ガチでの書き始めちゃってるんで、中は見せませんけど、非常に書きづらいです。書きづらいんだけど、それサイズの問題ね。サイズの問題で。でこのこれね、なんか嫌だね。この、ちょっと数日前から思ってたんだけど、このビニールが嫌なんです。続かないから、あんまり、こだわってると。こだわりを捨てないとみんな、日記つけてない人で、これ聞いてくれてる人で、続かないんだよねっていう人は、こだわり捨ててください。細かいこと捨ててください。これ例えば、落っことし、外でなくなっちゃったらダメだけど、例えばね、部屋の中で落っことして踏んづけたりとか、バラバラバリバリになってても完全気にしないと。もうそういうこだわり、ちっちゃいこだわりは捨てると。長い目で考えて続けなきゃダメなんで、そういうのは捨てるっていう、でいろんなものを捨てて捨てて捨てていくと案外続きますよ。綺麗な字とかじゃなくて、もうそれこそあんまり気に入らないと思ったらバッテンバッて引いて次のページ行っちゃうとかっていう感じで、そのぐらいのなんか割り切った感じ、もうこれでいいんだよっていう感じでやれば日記って結構続きますよ。で
まあここら辺でねトークは終わりにしたいところなんだけど、もう一個だけね話させてもらうと、実はね一応だけ私ね日記改革を起こそうと思ったわけ。自分の中でね、ブレイクスルーをね、ドライブスルーをね起こそうとしたわけですよまあいいや、ブレイクスルーを起こそうとしたわけね。まさにテクノロジー革命ですよ。インギュラリティポイントをねまさに来たと思って、私一回 iPad に行ったわけですよ。 iPad にここで日記を書こうと思って、その時に爆誕したねツールがこれですね。今一回ねあのペシャルんだけど、ノートシェルフっていうアプリ、これうろ覚えだけどこれすっげー昔に買ってるんだけど1000円ぐらいだったと思うんだけど、このアプリがすごい良くて、で iPad が出た時にすげえいいや、 iPad 超いいわって本当に思って、もうノートも枕元に置いてんじゃん、でそれに日記書いてたんだけど、こっちにしようよと思ってこっちに書き出した時期があったんですよ。で一月ぐらい iPad に、スタイラスでねこのノートシェルフっていうアプリ使って書いてたんだけど、なんかねしっくりこなかったね。味気ないっていう言葉を使うと違うかもしれないんだけど、結局ね多分20年こういうのに書いてきたっていう土台がなければ関係なかったと思う。だけどもう書いてきちゃってるから、まあそういったね古き習慣っていうのは年を取るとなかなか変えられないもので、なんとなくね気持ち悪くなっちゃった。だからよく私電子書籍大好き、軽いしかさばんない、あの読み終わったら捨てなくていいじゃん、の取っておけるじゃん、だからすごく好きなんだけど、電子書籍嫌だな、なんとなく嫌なんだよねっていう、そのサイコパスの一期で名前忘れちゃったけど敵キャラがさ、紙の本にしなよ、電子書籍は味気ないって言ったセリフがあるんだけど、なんかそういうことを言うやつっていうのがまあそんな感じだと思うんだよ。だからなんとなくね私も日記がねうまく気持ち悪くて、一回こっちに行って1ヶ月ぐらい書いたんだけど、なんか嫌だなと思って紙に戻ったんです。だから iPad で日記を書くっていうことは今後やっぱない気がする。一回やめたからね。でなんだろうねもちろんね昔そういうことやってるわけよ。 iPad じゃなくともすごく小型のノートパソコンがなった時にここに日記書きゃいいんじゃないと思って、こう文字書くの私苦手だからさ、バカバカって打った方がいいやと思って、なんかワードかなんかにね書いた時期もあったんだけど、それもなんか嫌で結局落ち着いてんだよこっちに、このノートに。もしかしたらこれも続かずに、まあこれがもしダメだったらサイズ大きくしてもう一回やってみるけどね大きくしてねやってみるんだけど、最終的にもしかしたら戻るかもしれないけど、まあ今はこれで つけてます。まあね日記ってねそう面白いですよね。まあなんだろう、日記って割と近代の文化だったりするわけですよ。昔っていうより近代の日記っていう文化が出たのはね、で諸外国と日本だったら違ったりするわけですよ日記ってね。でなんとか記とかあるじゃん昔ね、なんとか記とかさ、なんとか記行とか、なんとか記行それじゃあなんとか記とかっていう歴史書とかもそうなんだけどね、まあそっからその辺から来てたりするんだけど、いいもんですよ日記って。あの書いてどうなるのっていうわけでもないんだけど、で私の場合あの古いもの読まないし、たまに読んだりするのかもしれないけどね、数年に1回ぐらいなんとなく部屋片してたらあのすげえ出てくるから、あちょっとバラバラとか見たりするかもしれないんだけど、基本的に見ないんですね過去のもの。だから過去のために書いてるんじゃないんだよね私、今のために書いてる、明日のために書いてるっていう感じなんだよね。なんか過去に今を残すために書いてるんじゃなく、その日あったことをなんとなく頭でまとめるみたいな、脳の中で処理をうまく運ぶために、まあ、ちょっと書いてるっていうぐらいのニュアンスですね。だから正直ね古いやつ捨てちゃってもいいですよ私一応乗っ取ってあるんだけどね、捨てちゃっても構わないぐらいの認識なんですよ。
今月書いたものをパッと捨てて来月でっていう感じも構わなくて、だからどれだけ気持ちよく寝る前につけてるんですよ。で寝ちゃったら朝書いたりもする時もあるんだけど、ほとんど寝る前にベッドで書いてます。だから書いてるんだけど、どれだけ気持ちよく書けるか、そこの段階で気持ちよく書いて気持ちよくパッと置けるか、そのものの10分と10分もないと思うんだけど、その時間っていうのが私の中で結構大切で、大事にしてる時間なんで、そこをいかに気持ちよく過ごせるかっていうので、まあちょっとこうちょっと偉そうなノートに行ってみようかなと思いましたっていうお話です。で、まあ、iPad ではいかないんですねっていうところですね。すごい Apple Pencil なんか出てすごくね、書く土壌はすごく今、その昔私がね iPad 1に日記を書こう、1だったか2だったかの時にね書こうと思った時とは全然今の方がいいんだけどね、でもまあいかないっていうところで、まあ3年連用もやめて、まあ、こっちに来てこれもどうだか分かんないっていうところで、今日記の雑談っていう感じで捉えていただければと思います。ちなみにこれは Amazon で買ったものなんで、リンク概要欄に入れておきますね。まあ、3年連用はね、やっぱすごく字が綺麗だったり、学生時代にノートをすごく綺麗に取る人って多かったじゃない、多かったっていうか結構いたじゃない。私そういうタイプにはなれなくて、ノート提出があるたんびにもうダメだねってだって自分が分かればいいノートをなんで綺麗に取んなきゃいけないんだっていうひねくれたタイプだったんで、書くのは苦手なんですよ、綺麗な字を。だってさ、なんか思うんだけどさ、頭の中でこう喋ってるじゃん、喋ってる速度より書く速度が遅れたら嫌じゃん。要するに頭でもう文章を考えるじゃん、それより手が遅れたら嫌じゃんってなると、やっぱすごい汚くなってくるんですよね。でキーボードだったらこう喋ってる速度と同じ速度で私こうバーって打ってくれるわけですよ。だけどもし打つのが遅かったらそれもすごく気持ち悪くなるんだよね。考えてる通りバーって打たないとやっぱ気持ち悪くなるっていうのが、まあ私のへりくつなんですけどね。すごく字が苦手です、書くのは。書く、綺麗な字を書くことは苦手です。だけど誰に見せるわけでもないし、自分で見るわけでもないレベルなんで、まあいいんです。そんなわけで、まあ日記のね、お話でした。まあつけてない人はつけてない理由があればいいんだけどね。だけどその、つけてみようと思って何回かやったんだけど続かなかったんだ、いやちょっと興味あるんだっていう方は、せっかくなんでやった方がいいと思います。コツはこだわりを捨てること。まあ人生においてもそうじゃないですか、年取ってくると分かってくるんですけど、こだわり捨てた方が楽しく楽に生きれるなっていうね。すごくこだわり強く生きていくと疲れちゃうんで、その方がね楽じゃんっていうの、年取ってくると分かるんだけど、それと一緒です。人生論になっちゃうんでやめますけどね。まあそんなわけで日記の話でした。なんかね、日記10年20年つけてるよっていう方いたら、どんな感じでつけてるのか、他の人の話もすごい興味あるんで、なんかメールでもコメントでもツイッターでも教えていただけるとこれ幸いでございます。日記の話でした。また会いましょう。バイバイ。